m o d 901からは新たなコンストレイントの種類としてパーティクルコンストレイントが追加されました。これによりパーティクルに対してアイテムの位置や回転を合わせることができるようになっています。まずサンプルとしてラディアルエミッターでパーティクルを発生させてみます。塩錐の角度をこれくらいにして 初期速度や速度の広がりを調整します。放射レートもちょっと少なめに設定しておきましょう。そうすると現在こういった形でパーティクルが放射されています。通常パーティクルにアイテムを合わせる場合、ディプリケーターを使えば簡単にパーティクルに対してアイテムを合わせることができます。 試しに、こういったチキンを読み込んでみて、これをパーティクルに沿わせてみましょう。リプリケーターを追加し、原型となるアイテムにチキン、ポイントソースにパーティクルシミュレーション、こちらを指定してシミュレーションしてみると、こういった形でパーティクルに このチキンを合わせることができるようになります。ただし、え見てわかる通り、発生するパーティクルすべてに対して、このチキンのアイテムが割り当てられるようになっているため、パーティクルの中の一つのパーティクルに対して合わせるということができません。これを実現するのがパーティクルコンストレイントです。一旦リプリケーターは削除しておきましょう。 まず最初に動きを合わせたいアイテム。この場合はチキン。こちらを選択し、次にパーティクル。今回はこのパーティクルシミュレーションですね。これを追加で選択して、セットアップレイアウトのモディファイヤーのタブ。この中にあるパーティクル位置。こちらをクリックします。 これは位置や回転、方向といった他のモディファイヤーと同じような挙動を行うモディファイヤーです。シミュレーションを再生してみると、チキンが一つのパーティクルの動きに沿うようになったのが確認できます。スケマティックビューで確認してみると、このようにパーティクルとアイテム、 この間にパーティクルコンストレインとこれが接続されているのがわかります。この設定によってアイテムはパーティクルに動きを合わせることができるようになったんですが少し微妙な動きになっているかと思います。これはアイテムがどのパーティクルの動きに沿うのかという設定によるものです。パーティクルコンストレイン r の設定を見てみるとパーティクル ID が0 禁止 ID にチェックが入っています。この場合、パーティクル ID が0に近いパーティクルを自動的に検出してコンストレイントをかけるという風になっているために、パーティクルが放射されるたびに、コンストレイント先となるパーティクルが変化してしまって、動きが一定しなくなります。これを避けるためには、禁止 ID のチェックをオフにして、パーティクル ID に特定の値を入力します。 例えば0.5といった値を入力してみると必ず一つのパーティクルに対して動きが固定されるようになります。ただしこのパーティクル ID の範囲というのは0から1までなのですが小数値であるために狙った ID をぴったりと指定するということが少々難しくなります。 ここで、パーティクル ID を指定しやすくするためのノードというのを追加してみます。まずは、パーティクル ID をノードでコントロールできるようにするため、パーティクルコンストレイントのノードを右クリックして、チャンネルの追加からパーティクル ID こちらを追加します。さらに、追加、チャンネルモディファイヤー、その他の中にある ジェネレート ID。こちらを追加します。ジェネレート ID を追加したら、こちらの ID をパーティクルコンストレイントのパーティクル ID へと接続します。このジェネレート i d っていうのは、整数のインデックス値をパーティクルの小数値のインデックス値へと変換してくれるノードですので、ジェネレート i d では整数を そのまま指定することができるようになっています。シミュレーションしてみると、このように、指定した ID のパーティクルへとコンストレイントするようになりました。これでパーティクルの位置を合わせることができるようになりましたが、同様に回転に対しても合わせることができます。 先ほどと同じように、まずアイテムを選択し、次にコンストレイント先となるパーティクルを追加で選択した状態で、今度はパーティクル回転、こちらをクリックします。そうすると、このように接続されるのがわかります。先ほどと同様、回転の方のパーティクルコンストレイント、こちらを右クリックで、 チャンネルの追加からパーティクル ID、こちらを追加し、さらにジェネレート i d から ID をパーティクル ID へと接続します。しかし、シミュレーションを再生してみても、アイテムが回転することはありません。これは放射されたパーティクルに対して、そのパーティクル1個1個が回転情報を持っているわけではないからです。ここで、 パーティクルに回転情報を持たせるために、パーティクルのアセンブリ、こちらを利用します。アセンブリのタブの、このパーティクルのフォルダの中に入っている、スピンパーティクル、こちらをスケマティックビューへと追加し、パーティクルオペレーター、これをパーティクルシミュレーションのオペレーターへと接続しておきます。さらに、 アセンブリを選択して、そのプロパティから、どれくらいの回転、どれくらいのスピンをかけるのかという設定を行います。今回は Y 軸に対してだけ回転するようにしてみましょう。では、この状態でシミュレーションさせてみます。そうすると、パーティクルシミュレーションのパーティクルというのは、それぞれが回転情報を持つようになり、アイテムもそれに合わせて回転するようになります。